今俺の果実の後輩でもあるさ、那須がナスさん、はい、YouTube でなんかすごいじゃん。すごいっすよね。っていうところでちょっと那須のパクリします。乗っちゃって、乗っかる。やってみようか。やってみよう。山形中央でね、厳しかった練習があったよね。僕は、高校の時、ぶっちゃけですけど、ほぼ練習はしてないんですしてない。してないです。足痛いっつって、ずっと筋トレしました。プロの練習に行って、この体じゃダメだ。でも先生が言って、足痛いですっつって、ずっと体痛くて。マジで？でもやっぱ果実は、朝練も俺らの時代は上半身裸だからね。暑いからさ。雪も降るしね、雨降るしね。冬の雨の日なんて最悪よ、本当。水道水で洗うんだから。で、本当風邪ひいたことなかった、マジ。朝練っていうものをやったことないか。試合の時ね、なんで呼ばれて明日剃ってこいって、なんでっていうような。一番最初剃った時に、剃り方わかんないじゃん。剃ってこいって言われて、剃り方わかんないからさ、普通にね、ひげ剃るようにさ、下から上こうやって剃ってたりした。でもさ、やっぱ剃りづらいわけよ。で、ガガガガガっていうしさ、ガガガガって突っかかるから、そしてパッて鏡見たらさ、血がドーって出るわけ、マジで。それで学んだね、頭を剃るときは上から下っていうね。それも一つの勉強よね。あとほら、授業中とかさ、剃った後って結構細かいじゃん、毛って。だから例えば俺の前にその剃ったやつがいたら、後ろからねタオルをね、ピュッと頭に投げるわけよ。そうすると引っかかるわけで、ガッて言ったらウズってなるわけ。今考えるとくだらねえなとは思うけどね。でさ、携帯見てさ、ね、ちょっといい？俺まだ8なんですよ。で、これなんだっけ？入れたんだろ。11でしょ。このデカさの違いよね。俺結構映画見んのよ。映画というか、海外のドラマ。やっぱでかい方がいいよね、画面ね。でもそこまでこれだと動画見ないですね。パソコンで見るんでしょ？いや、テレビについてるんですよ、全部。インターネットつないでるんで。おお、最先端だね。最近、内帯がありますね。俺映画で泣くってあんまりないんだよね。マジか、俺一人だから結構泣いちゃうんですよ。思いっきり泣けるじゃないですか、一人だと。泣いてる自分に酔っちゃう。うわ、俺って泣くんだ。泣くってないね、なんかテレビ見て泣くっていうのは。泣くって結構大事なんですよ、その人として。そうね。俺は感情ねえんだ、多わかる。多分そうだと思う。やべえね、これ。っていうところでさ、映画ってなりましたけどね。我々もね、ちょろっとかかりましたけどね。弥生3月ね。初だな。出ましたね、出た。とうとう。とうとう出ちまった。セリフ覚えも大変だった。でもちょっと軽くおめでとうございますって口ずさんだけどね。書いてなかった。カットされてる。カットされてるのかな、ね。だけどね、女優さんたちもね、やっぱね、間近で見ると、綺麗だね。そうですね。黒木瞳さんがやばいですやばね。かったな。すげえ綺麗だな。ハルさんとか僕見えなかったですかね。ずっとこうやって後ろ側にいたから。そうだね。俺はちょうど一番見えやすい角度で、これで見たらもうすぐそこにね、ハルさんいて。で、俺はどっちも見れる角度にいたわけ。こっちに黒木瞳さん、こっちにハルさん。ずっと見てたんだよ、こうやってね。いい映画でしたね。いい映画だったよ。ね。
なんか斬新というかね、ああいう映画は見たことなかったね今までね。そこの月だけに特化した30年だからね、あれはなんかちょっと初めて見たなっていうね。まあでもその今度のさ、まあじゃあロケ地とか紹介されてたじゃないですか、行ってみますか。だな、行ってみて、うん、行ってみる、感想を言う。まあたわいもない話をしましたけど、次回以降はね、俺とあいつね、でちょっと対決系をしてみたいなと思ってます、ね、怪しいやつ、うん、飛べねえ鳥、頭が重くて飛べないですかね。もともとビビりだからね、彼はね、あの結構文章ではね強気なんだけど、実際ね表舞台に出てくるとね結構ビビりなのよ。うん、だからね、まあ一種のライバルとして、まあライバルじゃないな、天敵としてがっつり懲らしめてやろうかなと、やつをあれですよ、高いところ何何チャレンジ、いやその内容はまだ言えないんだけど、ちょっとやってみようかな。でね、こうするとねまたね、もうベガッタさんを、あ、言っちゃった、優しくしてあげてくださいよとかって言われるんだけど、いやいやいや、ね、敵対してますから、